トリティロドン類は中世代に繁栄した月子類に似た小型植物食動物。獅子動物上綱から単有密な重油味目、キノドンア目の絶滅した分類群の一つ。分類学においては都ガの階級が与えられている。学名は三つのコブのアル派より、トリティロドン類は中世代三条期後期、キノドン類から現れた分類群である。 哺乳類を除く単弓類の中では最後まで生き延びた、成功したグループであると言える。化石はアメリカ大陸、南アフリカ、ユーラシア及び南極大陸などから発見されており、ジュラ紀においては恐竜の支配下においても勢力を伸ばしていたと推定される。しかし、白亜紀に入るとその勢力は衰退する。その原因は同じく植物食に特化した。 哺乳類の大岡羽メとの競合に敗れたためとも、新しい植物グループである、皮脂植物、または、喧嘩植物に適応できなかったためなど灯されている。白秋前期、石川県リ取草群で発見されたモンチリークタスが、現在知られる最後の記録である。この化石は、バラバラの葉の実しか見つかっていないが、そこから推定される大きさは、 タヌキほどだったのではないかとされる。同じ地層からは、タオカハメやサンスイハメも発見されている。ちなみに、カナダの、約6000万年前、新世代、赤月新生の地層から、クロノペラテスと呼ばれる、キノドン類のものに似た語の断片が発見されている。しかし否定的な意見もあり、その正体は不明のままである。トリティロドン科に属する生物の特徴としては、 タオカハルヤ類は月子類との類似が挙げられる。1800年代後半、トリーティロドンの化石が、南アフリカの山上気候期の地層から発見されたが、当初は、初期哺乳類の一種とされたこともあるほどである。例えば、トリーティロドン類の一種、オリゴキフスは、長細い体幹等を持つことから、イタチ、または、ミンクと比較される。その脚部は哺乳類と同様。 体の真下に位置していた。トリティロドーン類の頭蓋骨後部には、その大きな顎の筋肉の付着部のために、巨大な頬骨弓があった。また、発達した二次鋼蓋を持ち、これは彼らが効率よく、植物を咀嚼していたことを示している。顎関節においても哺乳類と同様の進化が見られる。従来の方形骨、関節骨で構成された顎関節に加えて、 臨場骨歯骨の間でも顎関節が構成されつつある。これは複数のグループにおいて並行して起きた進化であるとされる。この動物の死列は他の木の鈍類とは大きく異なっていた。上下の摂取が大型化し、あたかもネズミのようになっていた。剣士は消失し、大型化した薄葉を持つ。九死の歯根はいくつにも分かれ、また上顎の後頭には三列。 下顎には、それと噛み合う二列の、死列と、平行な畝が存在していた。また、摂氏と薄葉の間には長い葉きが存在した。この特徴は、哺乳類から派生したタオカハ類及び、魔獣類の月誌類と極めてよく似ていた。これらは、植物食に特化した死列の平行進化の、高例である。彼らはおそらく高温動物であり、 現在の月詩類などのように巣穴を掘って生活する活動的な動物であった。植物食であり、休暇などを食べていたとされる。カエンタテリウムと呼ばれる種類では、親子ともども化石化した証拠が見つかっており、卵や子供の世話をしていた可能性がある。トリティロドーン類は哺乳類に見られる、臨場骨歯骨の顎関節を獲得しているが、痕跡程度まで縮小していたとはいえ、 彼らは未だに加えて、方形骨、関節骨の間の関節も保持している。そのため、このグループは哺乳類とはみなされない。は絶滅。ありがとうございます。